前回は地元戦でしたが、振り返っていかがでした？そうですね、調子は悪くないんですけど、準決勝突破できなかったんでちょっと悔しかったですけど、まあ、その分今回頑張ります。レース内容もすごく積極的でしたね。そうですね、年がいもなく頑張ってしまいました。さあ、そしてこのシリーズに向けてというのは中5日ですが、いかがですか？そうですね、変わらず調子はいいと思うんで、積極的に攻めて走りできればなと思ってます。ちなみに33バンク、印象はどうでしょうか？そうですね、33バンクは結構好きなんで、はい、問題なく走れると思います。では最後に今シリーズに向けて意気込みをお願いいたします。3日間優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。2場所前には優勝と近況、調子良さそうに見えますが、いかがですか？はい、まあ、展開にも恵まれてるんですけど、まあ、調子もいいと思います。なんかこう好調の要因というのはありますか？いや、特にないですけど、まあ、前々にこう仕掛けてるのがいいのかなと思います。まあ、今回は結構間が空いて、練習などはいかがでした？はい、空いたんでしっかりウェイトトレーニングとかもうやれて、パワーアップしたと思うんで、はい、頑張れそうです。ちなみに33バンク印象はいかがでしょう？まあ、早めでも前出て前々に行った方が勝てる要素あると思うんで、そういうことを考えてやりたいと思います。では最後に今シリーズに向けての意気込みをお願いいたします。まず明日明後日としっかり、勝ち上がっていけるように、また、優勝できるように頑張ります。さあ、まずは近況のご自身の調子どう感じてますか？前回がちょっと決勝に行けなかったんで、まあ、あんまり良くないのかなとは思います。レース内容としては早めに仕掛けていく場面もありましたけれども、近況レースでポイントというのはどんなところ考えてますか？まあ、そうですね、行けるところをしっかり逃さずにとは思っていて、まあ、ただちょっと着が良くないのが今一つですね。そしてここまで追加だったんですけれども、間はどのように過ごされてました？もう本当疲れを取ることに専念して、はい、リフレッシュしてきました。伊藤の33バンク、印象というのは何かありますか？まあ、伊藤は結構好きなバンクなんで、まあ、相性はいいと思います。では最後に今シリーズに向けての意気込みをお願いいたします。しっかり決勝に乗って、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。